はい、冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、週明けからですね、今日は水処理薬剤のですね、補充が大量にあってですね、車にもう乗り切らないぐらい今ちょっと積んでるんですけど、今日はですね、水処理薬剤、とはについてですね、お話ししたいと思います。そもそもですね、この冷却筒に入れる水処理薬剤は何のために使うのかと言いますと、水の中にはですね、カルシウムとかマグネシウム、シリカとかですね、こういったちょっと目にはですね、非常にこう見えづらいんですけど、そういった成分がですね、溶けてます。で、この成分がだんだん水の濃縮という現象によってですね、水の濃度が高くなってくると、そのカルシウムとかですね、マグネシウム、シリカ、こういったものがだんだん析出をですねしてくると。で、その析出したものが配管とかですね、熱交換器の表面、それとか炉とかのですね、水冷ジャケット、こういった温かい表面の部分にスケールがですね、こうついてきます。で、これをくっつかなくするためのですね、ものが水処理薬剤の中の成分の一つ、スケール分散剤という効果になります。そういったスケールっていうのは、こういった一つ一つの粒子が水の中にこう漂っててですね、それがだんだんこうくっついてくる。で、このくっつくのをですね、水処理薬剤で防止をしています。で、それと、もう一つの効果としては、腐食、防食効果があります。金属がですね、水に触れていると、どうしても腐食を起こします。で、それをですね、防止するのが、防食剤の役割になります。で、あと、冷却筒で使用する冷却水。これは外気からですね、いろんなものを吸い込んで、そして冷却水を冷やしてるんですけど、そこにですね、雑菌とかが空気中からこう漂って、舞い込んでくるとですね、それが水の中で大量繁殖を起こす。で、それが元で、配管を詰まらせたり、あとストレーナーの目詰まりが起こると。そこで、水の中に除菌剤を入れてですね、そういった菌をですね、繁殖を弱らせると、こういったことをですね、やります。で、主な効果としてはですね、スケール防止で防食、それとそういったスライムと呼ばれる雑菌のですね、抑制、除菌剤、この3つがですね、水処理薬剤と呼ばれる効果になります。で、薬剤の種類によってはですね、この3つがブレンドしてあるものですとか、あとその中のスケール防止だけとかですね、それとか雑菌を抑制するその除菌剤だけとかですね、で、それとか防食剤だけとかですね、で、そういったものが複合的に入っているのが複合処理薬剤といって、一液で全てを処理できるやつ、こういったものがあります。で、薬剤って品種がですね、ものすごい品種あるんですよ。で、実際はその現地の水質に合わせて、その水質が例えばカルシウムが多いのかシリカが多いのか、それによってですね、そのスケールの防止剤の品種をですね、変えていくということが必要になります。で、あと防食剤もいくつかですね、防食作用がありまして、それは設備の構成を見ながらですね、防食剤の使用を決めると。で、あとまた除菌剤に関してもですね、例えば一般的なもので言うとですね、この除菌剤の中には塩素、水道水なんかを殺菌しているこの塩素、こういったものを使ったりとか、それ以外にですね、除菌効果があるものを使ったりするんですけど、いずれにしてもですね、この水処理薬剤ってものすごい品種がありますんで、やはり専門家がちゃんとこう判断をして、より効果のある薬剤を添加するというのがですね、一つのシナリオになります。
ネットなんかでですね、こう薬剤なんか売ってあるのを見るとですね、何でも効果があるようにふうに書かれてるんですけど、実際はですね、そのように水質に合わせて、選定をする必要がありますんで、やはり現地を訪問して、水を見てもらった上でですね、薬剤を決めるというのが一番かなというふうにですね、思います。はい、今日はですね、ちょっと処方に戻って、水処理薬剤とはについてですね、お話をさせていただきました。冷却灯のスケールとかでですね、お困りの方、ぜひですね、当社の方にお問い合わせいただければ、その水質からですね、最適な水処理薬剤の選定を行いまして、ご提案をいたしますので、ぜひですね、お問い合わせいただければと思います。はい、本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。